あらざあらざ偉いよ。世界、うん？配信で世界行っちゃ多分きつい。26でマスケがファイボで飛ばされるとき。飛ばされないから知らんな。何見る？26練習したの？グラチャルとかフレバトとか。ペッカペッカなっぽい。これ見る？俺冷たい。最初いつもこんな感じだね。シースさんの立ち回りがよくわかんない。マゲリブ見る？いいよ。あれボーフムとあれに負けた。アスーってやつに負けた。カルーアにいる理由はあれですね、ポロンさんと昨日通話しながらやっててっていう感じですね。マクリプは見ない。てかそもそもリプレイは見ない。どんな感じだろう。普通だったら解説してねえよ。解説って書いてなんか聞きたいことがあんのこれ。特にないよ。昨日の経験だろうな。なんとか頑張って勝った。レベル上げの優先順位はアイスピーマスケですよ。ゴーストに解放あった理由どこの忘れるって見たらどうぞ。KK と当たってない。当たんないでなんか抜かされたら行ってみたいなことやって。結果相性良くはないと思う。あ、でも結構、あの勝率よく、いいからあれかな。相性いいのかな。自分は18です。意識してること意識してることマスケの使い方ぐらいかな。あとホグのタイミング。防衛の形を崩されないホグを出す感じかな。イケメンじゃないです。大砲のコツ、大砲のコツ、読みを2倍から。でもあんまり読みしない。でもなんかなんでこれいつも負けてんなみたいな相手の時ぐらいしか読みしないから。発表はするよ。初見感さうまいと思う。ポイズン打たれないように、そんな感じですね。ポイズン打たれないようにほぐ。削れてない側にほぐ。じゃあなんか弱体散らした方がいいかな、みたいな。あ、これ最後運で、最後運で勝った。なんか、結果が無謀だった。アレキさんに勝ったり負けたり。アレキさん上手いよね。陣地は見なくていいよね。どうでもいいもんね、陣地は。どうするか。これ見る？バルフリ。バルフリ見る？陣地見たい？ラバ負けてるよ。ボーフムしか当たんない。ボーフムうめえ、あいつ。ゴーレムはね、愛しちゃう。どうだろう。どっち？バルーン見る？ラバだから、ラバない。ラバ見る？負けリップ見るか。AU1 って誰？あ、これ？これ見る？オッケーオッケー、これ見るか。はい、バルフリア2倍でいい？2倍でいいかね。
2倍でいい ?4 倍 ?2 倍か4倍か1倍。勝率結構いいよ。マルチはね、2回だけだったの、ほとんどあれが。今リプレイ残ってるやつは。2倍にするか。ポン。解放はね、あれ、なんだっけ。ペッカ見たとき、基本、穴掘りだと思ってるから、マスケ咲きたくなくて、大砲から先に置いてます。まだから、そこら辺はね、何も言いません。顔出しいいのが、実は、俺のフルネーム。してるやついいな。あと、そろそろ名前変えないと。そろそろ名前変えないと。どうやって変えんだっけ？ 2.6 で一番うざいって思うカード穴掘り。あ、間違え、ロケット。名前変えないで言った？俺が取る高いのは KK のおかげだ。KK のおかげっていうか、KK と競ってたからだ。テスラコがつきついよ。信じてない愛着。まあ。戦闘日の勝利数なんかあったっけ？俺、え？あれ？こんなやってないけどな。びっくりした。今気づいた。あんま見ないもん、自分のプロフィールとか。マジか？そうなんだ。こんなにやってない。ここからアナバン煽られたからこっちをちょっと煽った。見るかこれ。2倍にしよう。バルーリはね、結構ね、大砲2周目キンキラーがね、小月すぎる。アナバンはね、結構前、破壁使った人。最近はなんかバルフリ使ってるぐらい。あ、そう、ゲーム大きい。もう一つの。どんぐらいがいい？調査にも勝ったり負けたり。日本人は勝ったり負けたりで、そんな安定して勝てるわけでもない。こんぐらいでいい？ちょうどいい？ OK。アーカイブ残すか、残しておくよじゃあ。ペッカにマスケで穴掘りに大砲。ペッカにマスケで穴掘りに大砲の順序よりかはあっちの方がいいと思うんだけどな。ペッカにマスケ当てて、当てたら、マスケに穴掘り飛んでくるから。来るかね。さあ、ごめん、その時やる。解説っていうか、リプレイ流してるだけでもいいかな。もう解説は聞かれたとこ、聞かれたとこだけ答えればいいか。
枯渇。フレはね無理です。ザップにはしません。プリンスはきつくない。プリンスは楽かな。結構学校休んでマルチ、あ、最終日は休んだこともある。前シーズンは休んでないかな。削り始める。特にあれは決まってない。基準とかもない。この相手の名前、壊滅的石頭って呼んでる俺は。大学生ではないです、高3です。年は18です。マジ動画めんどくさくなっちゃった。下手くそな人の特徴とか知らないもん別に。下手くそな人の特徴、何が下手、何が下手の基準が分かんないもん。まず相手の敵ゴーストアイスピノが多分強いね。ゴーストアイスピノが、あ、どうだろう。でもデッキによる、それもデッキによるからな。偏差値はね、わからん。天狗大さん低いよ、めちゃくちゃ。ドーン。さっきはね、あんましないっつったのにな。塩ラーメンについていいね。なんかさ、俺さ、これなんて言えばいいんだろう。なんかあんまりあれだけど、勝手にいいねされてる時あるんだけど、友達はいますか。すごい質問だね、この俺の名前してるやつ。乗っ取りなんかな。あ、自分でなんか5タップか知らんけど、キング巻き込んで5打つ理由ないよ、特に。適当。バレルの位置の見極め方は、見極め方あれだよ。見極め方は特にない。なんか後ろ飛んできてんなみたいななってたら後ろにしてる。イサコロンさん、コロンさんはどう思うって何プレイ、クララで見てってこと。ワンチャン落ちたら削ったりで損はないから、まあそんなことしてる暇あったら最速の位置に出した方がいいよ。ゴッドサーカーすーげー前にやめてよ。俺の中で一番うまいクラガープレイヤールーカスとか、ルーカスかな。海外合わせていいんだったら、日本だったら麦かな。個人的に好きってだけだと思うんだ。今の金魚たまたまです。マスケの延命大事。同じ質問来ても答えた方がいいんかな。
アイゴレットナイトじゃ立ち回りわかんない。ナイト使ったことがないな。バトル中に何を意識してるかはホグの通し方だけです。これとね、ボーフムに負けてる。これ見る？負けリップ見る？ボーフムのやつ見る？ポン。友達言われるけど、あーてんてんてん、最近あんま言われないよ。最近はね、言わないでって言った。言われたくないもん俺。1位とかやだよ。これたまたま筋肉をしたのに負けたからね。すげえうまかったこの人。ユロク使いやすい、ね、使ってれば全部使いやすくなるじゃん。やばり100きつくはない。勝ち方はある。穴掘りのラバル、あ、ラバより枯渇の方がきついよ。ラバ掘り、ラバ掘りバルーンみたいなやつ。それ呪文入ってなければ割と立ち回りやすいかもしれない。ボーフムファンはボーフムです。テスラ枯渇にされて嫌なことはロケット削り。そう、墓石で攻める、あれ誘導してくるのマジでうまかった。枯渇の負けリップはない。 KK と当たったら多分晒すよ。三次死にされたくないのはガゴムで生かされること。永住クランはストーンズです。リプレイ見終わったら特にやることないな。終わりでいっか。これ三振みたい。ランバーゴレのリップはないね。消えちゃったかも。迫撃のうざさって何？迫撃のうざさ？防衛で硬いこと。そういうことが聞きたいんじゃない？もしかして。ペッカ波形器ホグ。ほんとそうだ。これライトニングがきつい。荒野配信はしません。多い時1日5時間ぐらいじゃない。前配信の時5時間ぐらいやつよ。マスケは自分から切っていいと思う。か、あれだったら、ちゃんと狙いがあるんだったら。切っていい時と切、ラバーはね、守って勝つ。1-0で勝つしかない。守って1-0。ん？ラバライトの時の相手の一番ラバライトの時相手の一番嫌な立ち回り、ラバ側ってこと？ラバ側の立ち回り？タワーいくつからファイブ削りとか特に決めてない。
打てそうな時には打ってる。スーパールーキー。ラバ側の時にされて嫌なのは、序盤はマスケをあれになんだっけ、ラバに当てられないサイクル作られて、後半はあれで攻める方向限定されるのがきつい。宝石で攻める方向限定してくるのがきつい。ケンさんとブラストですね、知り合ったな。テスラコガツ、わかんない、俺も勝ち方わかんないから勝てないんだよね。画面消して相手の手玉周り崩したりしたいけど、俺そんな頭回んないで。たまりする。プロ選手で一番上手い人わかんない、俺そんな言えないね。誰が一番上手いんだろう。プラスト解散、解散しちゃったとこ。チャイサン氏はね、あれやられるのがやった。後ろからジャイ展開されて、なんで2周目ファイバーでガゴムレにファイバー打てないあれが作られるときつい。三重氏が結構遅めに出てきて、さらにガゴムレも次の手札の時に出てくるのがきつい。ホグとクロス以外だったら特に自信あるやつはない。今はね、ジャイホリ練習してる。ホグにアイスプが透けるのつけるの、どういう時だろう、わかんない。なんか、なんだろう、なんだろう、ごめんね、ほとんど感覚で。これさあれなんよね、昨日も教えてってやるとき全然教えてあげられなかったっていうね。感覚ちゃんとでも理解はしてるんだけどさ、説明できないわ。防衛の時の手玉り気にしてない。防衛の時の手玉り、プロになりたいとは思ってるよ。ホグを守ったユニットを1コースで処理するときはつけない。うん、つけない。枯渇三種のリップはない。もうこれで終わり。明日打ちってやつには負けてる。小心にも1回負けた。結構下の方負けてる。消えちゃったし、ニクラスとの。ジャイ三種見る。明日チに、明日チにだったわ。明日打ちじゃなかった、別人だった。上手くなるのはね、誰かと競うといいと思うよ。あの、例えばさ、ホグ出した後に1コスで守れっていうのはあれ、メガゴで守ってくるような手札の時にホグ出したら、うん、なんて言えばいいんだろう、こっちに、あ、なんて言えばいいんだ、状況説明するのが難しいな。